こんにちは。CFP 認定者1級 FP 技能士の東條です。今回は次回試験の予想問題、兼やる気が起きない時に見る動画です。一応板書で問題を出しますから、問題を解く感覚で見ることもできますので、よければ適宜一時停止をしながらご視聴ください。ただ、直前期はなるべく問題を解いていただきたいので、問題を解く気力と体力があれば、動画を見て勉強したつもりになるのはちょっと良くないです。この動画は集中できない時や勉強に取り掛かるきっかけが欲しい時用に聞き流す前提で作っていますので、良ければそのようにご活用ください。まずは問1です。贈与が成立するためには、贈与者と受贈者の合意が必要とされます。贈与は契約ですから、遺言などとは違って、片方だけの意思表示では成立しないんだと思ってください。では続いて問2です。贈与者は基本的に贈与財産に対して担保責任を負うことはないんですけれども、負担付き贈与においては、その負担の限度において、売買契約の売り主と同様の担保責任を負うというのは押さえておいてください。この論点が試験に出ると言い回しは難しいんですけれども、言っていること自体はとても単純で、例えば300万円の車をあげる代わりに100万円の借金を肩代わりしてくださいというような契約を結んだ場合に、その車に不具合があれば100万円の範囲内で責任を取らなくてはいけないということです。では続いて問3です。親族の範囲は6親等内の血族と3親等内の姻族とされていますから結構幅広いです。それからこれに加えてできれば親等の数え方もマスターしておいていただきたいんですけれども、親等というのは親族の距離を測るようなイメージで、親子間の距離を1親等と数えます。配偶者間は0親等、携帯姉妹は2親等というのが基本的なルールですから覚えておいてください。では続いて問4です。民法上互いに扶養する義務があるのは直系血族と携帯姉妹です。そしてこれに加えて家庭裁判所が特別な事情があると認めたときは三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができるというルールになっていますから覚えておいてください。では続いて問5です。相続開始時において胎児であった人は死産でない限りは相続開始時にすでに生まれていたものとして相続権を認めるというルールになっています。なので胎児が無事に生まれるかどうかを確認するまでは相続人や各相続人の法定相続分が定まりませんから相続税の金額が確定しないんです。そこで子供はだいたい妊娠から嫁月10日10ヶ月で生まれるというイメージで10ヶ月経つと相続税が確定するだろうということで相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内になっているんだと思ってください。では続いて問6です。実子と養子の相続分と嫡出子と非嫡出子の相続分はそれぞれ等しいです。子供については差別をしないんだと思ってください。ただ、第三順位の血族相続人、つまり携帯姉妹については話が変わってきて、判決携帯姉妹の法定相続分は全決携帯姉妹の法定相続分の2分の1になっているという点は間違えないようにしてください。次は問7です。遺産分割協議が整わないときには家庭裁判所に対して調停や審判を申し立てることができます。ただ、審判を申し立てることができるのは、調停が整わなかった時だけですから、調停を経ずに審判を申し立てることはできないという仕組みになっています。これを調停前置主義と言います。次は問8です。
自筆証書遺言は、遺言をしようとする人が、その全文、日付、氏名を単独で辞書して押印することによって作成します。ただ、財産目録だけは例外的に辞書以外の方法で作成することができるという点は必ず押さえておいてください。で、ちなみに、遺言は15歳以上の意思能力がある人がすることができますから、15歳以上の人は遺言をしてもいい子という語呂合わせで15歳という年齢要件を覚えてください。では続いて問い9です。遺言にはいくつか種類がありますけれども、遺言の種類ごとに効力に差はありません。なので、内容が抵触する複数の遺言が見つかったときには、その遺言の種類に関わらず、日付が最も新しい遺言の内容が優先されます。こういうわけで、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で取り消すことができるんだと思ってください。では、続いて問い10です。生前贈与加算というのは、相続や遺贈によって財産を取得した人が受け取っていること、被相続人の死亡前3年以内に受け取っていることという2つの条件を満たした贈与財産は、相続税の課税対象にするというルールです。なので、贈与を受けた人は基本的に翌年贈与税の申告をしなくてはいけないんですけれども、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人が死亡した年に贈与を受けた財産については、相続税の課税対象になりますから、贈与税の申告をしなくていいということになっています。では、続いて問い11です。相続税の課税財産に含まれるのは、基本的に財産的な価値を見積もることができるものすべてです。なので、事業上の貸付債権や、3年以内に支給が確定した死亡退職金や給与、それから放棄をした人が受け取った死亡保険金なんかも、すべて相続税の課税対象になるんですが、対人賠償保険金のようなお金は相続税の課税対象にはなりませんので気をつけてください。では、続いて問い12です。相続税の計算上、債務控除することができるのは、未払いの税金や医療費のような債務、それから葬式費用などで払うことが確定しているものなんですけれども、非課税財産にかかる未払い金や法営にかかる費用、公電返礼費用や遺言執行費用は債務控除の対象外とされていますので、何が債務控除の対象になって、何が対象にならないのかというのはきちんと判別できるようになっておいてください。次は問い13です。準確定申告の期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。これは亡くなった人の確定申告ですから、死人の確定申告という語呂合わせで4ヶ月という数字を覚えてください。では、続いて問い14です。小規模宅地等の特例の適用を受けた財産を物納する場合、その収納価格は特例適用後の価格となります。なので、例えば、時価が1億円の土地は、だいたい相続税評価額が8000万円と評価されるんですけれども、小規模宅地の特例の適用を受けて、1600万円と評価して相続税を計算したときには、その土地を物納すると、本当は1億円の価値があるのに、1600万円でしか国は買い取ってくれませんから、物納する予定の土地については、小規模宅地の特例の適用を受けてはいけないんだと思ってください。では、続いて問い15です。贈与税は、個人が直接贈与を受けたものだけではなくて、実質的に贈与を受けたのと変わらないもの、いわゆるみなし贈与についても課税されます。なので、対価を伴わない名義変更を受けたときには、贈与税が課税されることになります。ただ、
使用貸借や通常必要な生活費の贈与を受けたときには贈与税はかかりません。また、法人からの贈与についても、これは相続税の補完税である贈与税の課税対象には馴染まないということで、所得税の課税対象になりますから、贈与税は非課税です。勘違いしないように気をつけてください。では、続いて問い16です。直系存続から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けた場合、歴年課税の基礎控除と相続時精算課税はそれぞれ合わせて適用を受けることができます。なので、直系存続から住宅取得等資金の贈与を受けて500万円非課税を受けると、基礎控除と合わせて610万円、相続時精算課税制度と合わせて3000万円の控除を受けることができるんだと思ってください。では、続いて問い17です。贈与税の歴年課税では、受贈者1人につき年間110万円を基礎控除として課税価格から控除することができて、適用される税率は超過累進税率です。受贈者1人当たりということですから、何人から贈与を受けても110万円は変わらないということなんだと思ってください。また、贈与財産には、贈与者の属性によって一般贈与財産と特例贈与財産があって適用される税率が変わりますから、これも押さえておいてください。では続いて問い18です。非上場株式等の贈与税の猶予及び免除の特例の適用を受ける場合、相続時精算課税制度は合わせて適用を受けることができると思ってください。これは相続時精算課税制度の適用を受けたことによって適用を受けることができなくなる特例はないということを覚えていれば解くことができるかと思います。次は問い19です。贈与税は贈与を受けた人が翌年の2月1日から3月15日までに受贈者の住所地を所轄する税務署に納めなくてはいけないというルールになっています。で、相続税は亡くなった人が残した財産に対して課税されるものですから、非相続人の住所地に納めるんですけれども、贈与税は贈与を受けて儲けた人に対して課税されるものですから、受贈者の住所地に納めるんだと思ってください。では、続いて問い20です。類似業種基準価格方式における基準要素は、配当、利益、純資産の3つで、ウェイトは1対1対1です。類似業種基準価格方式は、利益に着目する評価方法ですから、今年の利益と、これまでの利益の蓄積である純資産と、純資産から差し引かれる配当に着目して評価するんだと思ってください。では続いて問い21です。配当還元方式における還元率は 10% とされています。配当還元方式というのは、配当金を基準に配当利回りで株価を逆算して評価するという方法なんだと思っていただきたいんですけれども、例えば配当利回りを 10% とみなした上で、年間配当金が50円なら、逆算すると株価は500円だろうというふうに、簡便的に株価を評価する方法なんだと思ってください。では、続いて問い22です。使用貸借している土地の相続税評価額は、自用地として評価します。使用貸借は借地借家法で保護されませんから、借地人の権利の割合がゼロとして評価するからなんだと思ってください。では続いて問い23です。小規模宅地の特例はざっくり分けると3種類あると思っていただきたいんですけれども、このうち複数の区分の特例の適用を受けようとするときには、調整計算をしなくていい場合としなくてはいけない場合があります。
で、特定とつくもの同士では調整計算をする必要がありませんから、例えば特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の2つについて適用を受けようとすると、合わせて730平方メートルまで 80% 評価減の適用を受けることができるんですけれども、逆に言うと、貸付事業用宅地等が絡んだ場合は、調整計算をしなくてはいけないということなんだと思ってください。今回の動画は以上で終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。直前期は余裕がある方は油断せず、ピンチな方は諦めず、一日一日を大切に過ごしてください。動画の概要欄にある模試や直前対策動画を使えば、効率よく試験対策をすることができますので、よければご検討ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。